はい、今回は維新の会、吉村のゼロ歳児に選挙権をというヤバい発言について考えてお話していきます。今回もよろしくお願いいたします。まあ、訳わ,わからないことがまあニュースになっていたので、まあ、何なのかと思って。まあ調べてみて考えてみたらやっぱりわけわかんないんですね。まあ、一言で言うと、まあ理解できないと。まあおかしいとしか思えないんですね。で、まずどういうことかって言うとまあ、憲法を改正しようとしている政党がですね。 自民党、公明党、維新の会、国民民主のこの4つなんですね。この中に維新の会が含まれておりまして、まあ、維新の会の吉村が今回ですね、えー、全く意味不明なことを言い出したんですよ。維新の会は、まあ、この憲法改正を、ね、発議しようとしてるんですけれども、その中で0歳児に選挙権をということを、まあ、党のマニフェストとして提案したいって意味が分からないじゃないですか。 えー、何を言っっててるんんだろうかっていうかい話なんですよ皆さんも思うと思いますし僕も思いますがだって0歳児ってあの、ね、何にも読めないでしょ生まれてすぐなんだから、えー、その0歳児が何を選挙するの選挙でどうやって投票するも何も何もできないじゃないですかだからもう言ってることがはっきり言ってむちゃくちゃなんですよ普通に考えればわかるじゃないですかでこちらですね調べた人がいて憲法44条っていうのがあり まあ選挙人の資格は法律でで定めるるということになってるんですねで。選挙権を有する者の年齢を下げることは憲法改正をしなくても可能と、まあ、そういったことなんですよ。しかし、0歳児から選挙権を与えるということになると子どもの選挙権を親がまあ代理となるので親がいくつもの複数の投票権を持つことになるということなんですね。 でさらに親がいくつもの投票権を持つことによって不正の温床となるじゃないですか。わけわからないですよね。でさらにこれもまあ、調べた人がいましてえ吉村っていうのは憲法を分かってないんじゃないかということでね。うん。だからもうこの時点で勝手に憲法を改正してるんですよ。選挙権っていうのは15条公務員の選挙については成年者による普通選挙を保障するっていうことなんで。 えー、ゼロ歳児に選挙権を与えるっていうこと自体がもう憲法を改正してるんですよ。勝手に吉村が憲法を改正しようとしてるんですね。あのマニフェストの意味を分かっていないんじゃないかっていうことなんですが、まあ、おかしすぎるじゃないですか。別に難しいこととか全くないんですけど、皆さんも僕も思うと思うんですが、なんでゼロ歳児が選挙権なの？意味がわからないでしょ。例えばまあわかりませんけど、ね、年齢を少し引き下げるとかっていうんならまだわからないでもないですが。 何もできないゼロ歳児に選挙権を負ってわけわかりませんよね。4月25日の、まあ、ニュースに出ていたんですが吉村がですね4月25日記者,記者団に対して個人の、まあ、持論というんですがゼロ歳児に選挙権を与えるべきだと思っているどうかしてますね言ってる意味がわかりません。党のマニフェスト,ェストとして提案したい、えー、個人の持論としてとかっていうんですが 維新の会の共同代表としてマニフェストとしての提案にも言及したとでここからがまあその内容なんですが次の世代のことを考えて政治をするとかって言ってるんですが、まあ、人口戦略会議で消滅可能都市が発表した744の自治体の中に大阪,も含まれて大阪府も含まれているということで次の世代のことを考えて政治をするべき今の実行政権はそれをやっていないって言うんですが 全く意味がわからないですよね。だ,だからといって、その0歳児に選挙権を与えるとか、0歳児から選挙権を持つべきだ、そうすると若い世代、えー、若い世代に政治家が向くことになる。意味が分かりませんよね。物心ついてない0歳児の選挙権、うん、もう本当に言ってることがおかしいとしか思えない。わけわかりません。 で保護者があ、まあ、代理っていうことを考えているっていうことで、0、まあ、歳児からね、えー、選挙権をもらったところで、ねえー、できないですから、保護者が代理で行使するっていうことで、結局、あの親が先ほどお話したように、いくつものね、えー、選挙権を持って投票するって不正の応酬にな,なるじゃないですか、訳わけからないですよね、意味が全くわからない、党のマニフェストとして提案したい、何を言ってるんでしょうかね、うん、全くもう僕には理解ができない、わけわからないです。 でえー、おそらく、この0歳児に選挙権とかっていうことを言ったりするんですが、全くまたこの別の憲法改正をも違う目的でこういったことを推し進めようと、多分してるんじゃないかと、で先ほど、まあ、SNS の投稿にもありましたけど、この憲法15条っていうことがあり、公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障するっていうことがあ,ある。 だからこの吉村のゼロ歳児に選挙権をま実現するためには憲法改正が必要になるってうことで、おそらくこういった意味のわからないことを言って憲法を改正しようとかって言ってるんですが、目的は全く違うまあことにありますよね。ドイツで過去にドメイン投票っていうものが議論されたことっていうことがあるんですが、全く僕は意味がわからないんですけど、選挙において未成年者に投票権を与えた上で保護者が代理、 行使する方式はドメイン投票と言われ、ドイツなどで過去に導入に向けた議論が行われていました。あの未成年者に投票権を与えるっていうことは別にわからないでもないんですよ。例えば分かりませんけど、15歳とかね。うん15歳とかだったらまあいいですけど、なまあ、何歳でもっていう言い方。もまた語弊もあるけど、まあどどうですかねえー、まあ、13歳、うん、14歳15歳。 どうですかねまあ分かりませんけど、中学生ぐらいかな中学生にしてもまあ,あ早いのかなとかって思いますけど、中学生とかね、えー、高校生ぐらいでその選挙とか投票に関心を持ってるって言うんだったらそれはいいんですよ。小学生ってちょっと早いじゃない、早いと僕は思うんですよ。0歳ってわけわかんないじゃないですか。0歳児に選挙権、もう全く、うん、もうどうかしてますよ、はっきり言って。意味不明です。わけわからないじゃないですか。うん、で こここれっって多分うた僕もね、別にその選挙に詳しいわけじゃない、政治のことは、ね、お伝えすることはありますが、そんな政治に詳しいわけじゃないんですけど、例えばこういったものの目線そらしかなとも思うんですよね。えー、維新の会といえば、大阪万博の失敗をかぶってるわけですよ。大阪万博なんてもう完全に失敗するわけですよ。 2025年の4月までに間に合うわけがないんですよね。で、公金税金を使わないって言っていたものが、もう今ね、えー、最初は使わないって言ってたものが気がついた1350億、今度飛んで1兆、今13兆になってるわけでしょ。大阪万博、それ自体は別に目的ではないんですよ。その後の火事の IR のために、えー、夢島をですね、公金税金を使ってインフラを整えるってことが目的なんですが、 どうにもこうにも、この大阪万博が、もうニもさッも行かないような状態になって、維新というのは今、批判の対象にあっているわけですよね。何もなかったら、ずっと大阪、あるいは関西、日本全国からですね、維新の会っていうのは、批判の対象になるわけですよ。うん、あのわけわからない、ね、全くのむちゃくちゃ、こういう大阪万博を、工事を遂行しようとする。で、日本国民の多くっていうのは、大阪万博など求めていないんですよ。 能登の復興支援を求めているんで例えば大阪万博の工事にかかる人であったりお金だったり建築資材を能登に回してくれと国民が願っているんですが全くそういうことはしないそして大阪万博の工事を無駄にし続けて失敗することはもう分かっているで完全にこの大阪万博が失敗するっていうことを分かってそ,そういったことから目線そらしでこういうなんか理解不能なことを言ってるのかもしれませんけどまるっきり理解不能じゃないですか訳わ,わかんないですよね なんか大阪万博の失敗を隠すためにこういうことを言っているのかもしれませんが、普通に考えて理解できない。維新の会というのは、代表の馬場が自民党であるということを公言しているので、維新の会イコール自民党なんですね。だから、自民党の政治がどうのこうのということを維新が言うんですが、維新も同じじゃないですか。だからもう結論というのは単純なんですよ。維新の会を解体するということです。自民党維新の会を解体することが必要ですで。多分 この憲法改正を語るじゃないですか、この意味の分からない、ね、0歳児からのなんか選挙権がどうのこうのとかって、そんなことを言ってますが、本当の目的っいうのは違うところにあるんですね。憲法を改正しようと思う、本当の目的っていうのは、うん、9条の廃止ですね。だから日本がそうするといつでも誘致の可能性が出てくる。で基本的人権の削除をしようとしているで。緊急事態条項の導入をしようとしている。こういったために憲法改正をしようとしている。そ,そしてその、そこに旗振ってるのが、 自民民民党党公明党維新の会国民民主なわけですねだから全くこの維新の会っていう政党を支持できないんですよ。憲法改正しようっていう時点でね。つまり憲法改正、改憲の流れをね、えー、そ,そこに向かう政党っていうのは全く支持できませんし、支持してはいけないんですよ。日本が有事になるからね。で、今回のこういった件で、この維新のおかしさに一人でも多くの方が気づいていただければと思いまして、こちらの件について、えー、取り上げました。 あのニュースに普通に出てるんですが、あ普通におかしいですよね。0歳児に選挙権を負って、誰がどう聞いてもおかしいと思う、まあ、そういうことを吉村が言ってると、で目的っていうのは、いろいろあるのかもしれませんが、大阪万博の失敗を隠すため、あるいはですね、憲法改正をこういったおかしいこと言って持っていこうとしてるんじゃないかと、まあ、この維新のおかしさに一人でも多くの方は気がついていただければと思います。ということで、今回はここで終わります。最後まで聞いていただきまして、ありがとうございました。 失礼いたします。